皆様こんにちは。手編みのお店フースゆるニッティングのゆかこです。今回はですね、今週末10月20日の金曜日から販売をスタートする新しい糸とキットと、あとちょうど20日から、手編みのお店フースでフース編み物祭り2023と題し、とってとてもいろんな企画を詰め込んだお祭りをスタートします。イエイ。なので今回は、そのお祭りのお知らせと糸とキットの紹介をこちらの動画でご紹介していけたらと思います。まず編み物祭りからちょっとご紹介させていただきます。10月20日金曜日から10月29日日曜日までの10日間開催をします。で、具体的な内容なんですが、まず今回ご紹介するこの子たち、新しい糸とキットの、発売をスタートします。で、毎度ながら今回ご紹介する子たち全部期間中 5% オフでご提供させていただきます。なのでぜひちょっと気になる子がいれば、あの数量限定の子とかもいるので、気になる子がいればぜひこのお得な機会にお買い物していただけたらなと思います。そして期間中1回のご注文合計で7000円以上お買い上げの方に、復刻版の懐かしの1周年の記念ポーチをプレゼントします。で、あれ私もね愛用してるんですけど、うっかり実家に忘れてしまいまして、ちょっとこの辺に画像を出してもらいます。こんな感じのデザインになってます。ちょうどあ、私がちょっと普通に使っているね、かぎ針ポーチこんなんなんですけど、このサイズなのでかぎ針とか編み物道具をしっかりと入れれるサイズ感になってます。ぜひぜひちょっとこの機会にゲットしていただけたらなと思います。そして10月下旬からですね、25日からちょっともうインスタグラムの方ではお知らせをしているんですが、お祭りと同時にフースカルフェスティバルというものも開催します。で、カルっていうのが、まあ、あのみんなで編み物を一緒に楽しもうみたいな、あのイベントの名前というか企画の名前で、もう世界中でいろんな方が企画されて、いろんなところで盛り上がってる編み物を楽しむイベントの一つの名前なんですけど、と今回ちょっとフースでも、まあね急に肌寒くなってきて、あそろそろ編み物かなって思ってる方ももしかしたら多いのではないかなと思い、ちょっとこの編み物の季節本番がやってくるこの10月下旬から、なんかみんなでちょっと楽しく編める何かできひんかなっていうのをスタッフで話し合っていて、で出たのがカルフェスティバルということで、本当に名前の通りフェスのような感じで、いろんな会場があって、いろんな作品のカルが全部で6種類かな、はい、なので小物から大物までいろいろあるので、ぜひちょっとこれ重かなって思ってたやつあったり、あこれ可愛いな見たいなっていうのあれば、ぜひカルも参加していただけたらと思います。で、詳細はちょっとこの投稿の方、インスタグラムの投稿の方でご紹介をしているので、また別途こちらをご覧いただけたらと思います。というわけで、お得で楽しいお祭り期間が20から29日まで開催予定ですので、ぜひ日々インスタグラムの方で発信はしているほか、 LINE とあと YouTube の投稿でもご紹介をしているので、よければ毎日出てくる新しい情報をチェックしてみてください。それではお待たせいたしました。ここから今週末リリースのキットとケイトのご紹介をスタートします。それではまず新しい、キットのご紹介をします。まずこちら、もうユールニッティングの投稿とかを見てくださってる方は、なんか見たことあるという感じかもしれないんですが、アニーで編む、まずプレイスマットです。はい。まあ別名ランチョンマットなんですけど、はい。普通にこうね、お食事を、この上に置いてっていう感じでマットとしても使えるし、あとカゴにかけたりとか、インテリアマットとしても使
えるすごくシンプルなんですけど、ちょっとねこういうスカラップとかがほんのり甘さ出ててすごく使いやすい一枚になってます。でこの子がね、私が春かな、京都の蚤の市でちょっとこんなもっとねもっと長くて大きくてこうガタッとした古い感じのブランケットやったんですけど、なんかそれをね見かけた時に、あ、これなんかちょっと作品にしたいなと思って、そのブランケットからちょっと着想を得て、少し細部編みやすくしたりとか、はい、調整をしてオリジナルのデザインに落としてみました。でこの子が、この兄ちゃん1本で編み切りサイズで作れます。はい、で、お値段が税込み1700円で編み図付きのキットになってます。はい、そしてこれと、デザインは同じなんですが、めちゃくちゃ大きいサイズになりました。よいしょ。でこちらはこのアニーちゃんと、あとエアリーというこんなモヘアの糸を引き揃えてます。のでちょっと近くで見ていただくと、ちょっとこのモケモケさがね、アニちゃんだけだと本当にコットン糸なので毛足がねそんなに出ないんですけど、エアリーちゃんを引き揃えることですごくあったかくてふわっとした肌触りになります。この子がアニちゃん4本と、エアリーちゃん2本の合計6本たっぷり使ったんですが、本当に可愛くて、サイズも77cm×100cm のもう特大サイズです。もうくるまれる、噛みました、すいません。くるまれるもよし、かけるもよし、こうソファーとかにちょっとかけたりとか、ベッドカバーにもなるかなと思います。本当に大きくて、とにかくめちゃくちゃあったかいので、もうこの秋冬ちょっとねあったかい飲み物とか入れて、外は寒いんですけどお部屋の中でぬくぬく、まあ、早くこれにくるまれたいなとかいろいろ妄想しながら編んでいただけたらなと思います。やっぱりこの大きさ分かなり根気はいるんですが、本当に可愛いので、もう私もめちゃくちゃ使い倒そうと思ってますこの冬。はい。で、このブランケットですね、販売価格が編み図付きで 11,240円になります。はい。で、ブランケットですね、ちょっとちっちゃいんですが、お色がこのきなりと、アニーちゃんの組み合わせと、あとこのちょっと淡いグリーンというかスカイブルーというか、で引き揃えるとこんな感じになります。すごく柔らかいブルーが効いたこの2色展開で、はい、販売をしますので、ぜひお好きなお色を選んでいただけたらなと思います。というわけで今回はこちらのプレイスマット、アニーちゃんのプレイスマットとエアリーとアニーを引き揃えたブランケットと2種類キットが出ます。どちらもすごく使いやすいので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではここからは、この20日から販売スタートするお糸の紹介をしていきます。まずですね、この子たちなんか夢かわいいかわいいお色の、ファーの糸なんですが、フェアリーちゃんという糸で、でもうとにかくどの色がいいかな、めちゃくちゃ柔らかいナイロン 100% の糸なんですが、こんな感じで、よいしょ、すごく繊細なファーがついてる糸になります。で、毛足がね長いんですけど、この芯の部分が結構しっかり、お糸ね、芯糸がしっかりしてるので、ちょっと私今引き揃えで編んでるんですけど、このまま単体でも編んでいただけます。やっぱり多少かぎ針だと少し目が見にくい部分もあるんですが、私みたいにこう引き揃えたりとか2本取りにしても可愛いかなと思うんですが、棒針だともう問題なく編んでいただけるかなと思います。でこちらがナイロン 100% でお糸 100g で 240m で、だいたいかぎ針が5-6号、棒針が5-8号の対応になってます。で私今この子ね、グレーのフェアリーちゃんと、あとだるまさんのギークという糸、すっごいこれなんかもうなんか
合わせて作ったっていうぐらいすごいマッチして、たまたまねお家にあったんですけど、それでちょっと引き揃えて姪っ子にスヌードを編んでます。なんかねこういうパステルな色好きなんですよ、あの年頃の子たちというかね、あのうちの姪っ子はこういう色が大好きで、はい、なのでちょっとあったかくてふわふわしててキラキラしてるから多分好きかなと思って、はい、ちょっとギークと引き揃えで今スヌードを編んでます。またこの作品の詳細はあのゆるニッティングの方の投稿などで出していくので、よければ気になる方はそちらをチェックしてみてください。で、この子たちですね、販売価格が1本2980円で販売します。で、このお祭り期間ここから 5% オフになるので、ぜひお得なこの機会に。で、お色がホワイト、グレー、ピンクの3色になります。どれもとっても可愛いお色なので、あの東京のポップアップで先行でちょっと出していたんですけど、もう皆さんすごい気に入ってくださって、はい、この子たちね数に限りがあるので、はい、あの気になる方はぜひお早めにチェックしていただけたらなと思います。というわけで、まず一つ目はフェアリーちゃんでした。続いての新作糸はフリルちゃんです。めっちゃ可愛いんです、この子。こんな感じで等間隔にこんなふわふわっとしたフリルがついている、本当に名前の通りフリルちゃんなんですが、とポリエステル 100% の糸で、で今ちょっとアニーちゃんと引き揃えで編むとこんな感じで、めっちゃ可愛いんです。雪っぽい感じで、ほんとなんかクリスマス感、一足先にクリスマス感なんですが、はい、ちょっとね今回この引き揃えがめちゃくちゃ可愛すぎて、ぜひ皆様にもちょっとこの可愛さを体験していただきたいなと思い、ちょっとねプレゼントをご用意しております。このフリルちゃん1本お買い上げにつき、このアニーちゃん小巻きを1つお付けします。あとちょっと写真を出してもらうんですが、こんな巾着が編める簡単な編み方のシートと、あとこの小巻きをセットにするので、私も今ちょっともう一個ね編んでるんですけど、巾着が編めるセットをおまけでプレゼントするので、ぜひよければ、はい、ちょっといろいろついてくるこの機会にこのフリルちゃんゲットしていただけたらと思います。で、この子は1本2680円で、で、50g なんですが 550m とめちゃくちゃたっぷり大容量になっております。はい、なので小物から大物まで引き揃えに本当にぴったりなので、ぜひちょっといろんな組み合わせで、あ、これかわいいかもみたいなのを見つける楽しさも、はい、味わっていただけたらなと思います。はい、というわけで、このフリルちゃんもこの20日から 5% オフでご提供しますので、ぜひこのお得な機会に 5% オフプラスおまけ付きなので、ぜひぜひこの機会にチェックしてみてください。ではこの子たち、東京ポップアップでももう大人気だったメロちゃんです。ウール 100% の糸になります。で、もうこの子見た目からネップがめっちゃ可愛いんです。はい、とちょっとね、あの糸の作り方でこのネップがこう表に出やすいような仕様になってます。はい、で取れにくい仕様になってるので、でね、こんな感じで、あのお色によってネップの色もちょっと異なります。グレーはちょっとシックな感じ、きなりはちょっとポップな感じ、ネイビーもすごく可愛らしい赤がアクセントになっている感じのネップの出方になってます。ちょっと詳細はあの商品ページの写真とかをねじっくりご覧いただけたらなと思うんですが、はい、この子ですね、1本が、3280円で、販売スタート予定です。で、ここから 5% オフになります。で、糸が 100g350m の、ウール 100% の糸になります。で、この子たちですね、あの防毛糸といって、まあ、あのすごくこう糸の中にこう空気が入りやすい、ふわっと軽い弾力になるような作り方の糸になってるんですが、この
棒もしメロちゃん、ぜひ編み上がったら洗いをしていただきたくて、風合いがめちゃくちゃ出ます。私もまだ今これ編みかけなんですけど、方法としてはまたちょっと別途棒もしのね、洗い方というか、そんな動画をまた別で撮る予定なので、ぜひそちらをチェックしていただけたらと思うんですが、ぬるま湯ぐらいで、で柔軟剤につけて、でお支払いして乾かしてっていう感じで、そんなに難しいことはないので、どなたでもご自宅の洗面所とかでできるかなと思います。もう本当にふんわりするので、ぜひこのメロちゃんで何か編まれた方は、作品できた後にはぜひ風合い出ししていただけたらなと思います。はい、私もちょっとベレー帽を編んでるんですが、コツコツ進めていこうと思います。というわけで、このメロちゃんもこの20日から販売スタートするので、ぜひ楽しみにお待ちください。最後にですね、この、10月20日から内藤昌司さんの糸を取り扱いスタートすることになりました。もうどれもすっごい肌触りがいいのと、お色もちょっとこちらでセレクトさせていただいたんですが、まあどの子もめちゃくちゃ可愛いです。で、こんなねツイードの子、私ちょっとこの子で何かウェアはもうかなと思ってるんですが、ツイードの子からこういうもうベーシックなこのアルパカはめちゃくちゃ肌触りいいです。はい、こんな感じで、もうねこの秋冬、さらに皆様のこの編みたい欲とか作品作りのアイデアの幅が広がればなと思って、今回ドドンとちょっとラインナップを幅広げてみました。と詳細ちょっとね、商品ページの方でご覧いただけたらと思うので、ぜひぜひちょっと今までにないこんなね段染めの糸とかも入ってるので、ぜひチェックしてみてください。で今回この子たちも 5% オフでゲットしていただけるので、ぜひこの機会にチェックしていただけたらと思います。はい、というわけで盛りだくさんでしたが、いかがでしたでしょうか。ワクワクは高まっていますでしょうか。こんな感じで秋冬に向けたキットと、系統をドドンと揃えて、この10月20日から29日までフース編み物祭りと題し、ドドンとお祭りやっていきますので、ぜひ皆様一緒にインスタや発信や、もちろん編むことで一緒に楽しんでいただけたらなと思います。というわけで今回は、お祭りのご紹介と新作糸の糸とキットのご紹介でした。販売スタートまでぜひ楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。